福竜兵は、大阪府平方市出身のプロ野球選手、宇藤右内、福岡ソフトバンクホークス所属、平方香織フェニックスで野球を始める。中学時代は、オール、平方ボーイズに所属し、全国制覇を経験、主に8番打者であった。修学館高校では、首相として3年春と3年夏の2度、甲子園に出場しいずれも4強。第11回。 ウファユーマイナス18アジア選手権大会でも、首相を務め、4番打者として、優勝に貢献、優秀守備選手の表彰を受ける。甲子園、通算8試合、打率、281、5打点、高校通算26本塁打。野球部には2学年先輩に、藤吉優、宮本秀明、同期に、松尾大河、1学年後輩に、田浦文丸がいる。 2016年10月20日に行われた2016年度ドラフト会議にて、福岡ソフトバンクホークスに3位で指名される。11月12日、福岡市内のホテルで入団交渉を行い、契約金5000万円、年俸600万円で契約合意に達し、11月22日に福岡ソフトバンクホークスの新人選手入団会見が行われ、入団が正式に発表された。 背番号は65。2017年3月17日に行われたウエスタンリーグ開幕戦対阪神タイガース戦において9番指名打者でに軍公式戦初出場5回にタイムリースリーベースを放ち初安打初打点を同月25日に行われたウエスタンリーグ対オリックスバファローズ戦において初本塁打を記録する月日に 草薙球場で行われたフレッシュオールスターゲーム2017においてウエスタン選抜として出場する。一軍公式戦の出場機会はなかったが、二軍公式戦において21試合に出場し、打率。256、2本塁打、9打点。三軍戦において64試合に出場し、打率。257,7本類だ、27打点、12盗塁の成績を、 残す。11月10日、同月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて辞退した谷川原健太に代わり、NPB ウエスタン選抜に追加招集で選出された。2019年5月16日に初の一軍昇格。5月26日の千葉ロッテマリーンズ戦で代打でプロ初出場を果たし、 初級で頭部への支給を受けた。内角高めのカーブをしゃがんで避けた、結果ちょうど頭部に当たってしまったもので、茎に怪我はなく、また、投手の石川歩も危険級退場にはならなかった。2020年7月5日の北海道日本ハームファイターズ戦でプロ初のスタメン出場を果たすと、第1打席でプロ初安打、初打点、初本塁打となる。 左声のソロ本ルイ打を放った。その試合を含め一軍戦、敬語試合に出場したものの、首の違和感のために9月3日に、出場選手登録を抹消され、その後は、ファームの試合にも出場せず、同月30日、大阪市内の病院で、頸椎前方除圧固定術及び自家骨移植を受け、復帰まで約6ヶ月を要する見込みとなり、 同シーズン中の復帰は絶望となった。ありがとうございます。